ネプツニウム原子が2つのシクロークタテトライニド間に挟まれたサンドイッチ化合物である。固体状態では暗い茶色から赤色であるが、わずかに溶解する有機塩素化合物に溶けると黄色になる。空気反応性が非常に高い。化学式は NP2。有機ネプツニウム化合物として最初に合成されたもので、アクチノイドのメタロ線であるアクチノ線の一つである。 熱物の線のサンドイッチ構造は、単結晶の X 線結晶構造解析により決定された。シクロークタテトライニド間は、等価な8つの長さ 1.385A の C、C 結合からなる平面上で、重なり形灰座で平行に位置している。熱物に生む原子から、シクロークタテトライニド間の中心までの距離は 1.909A で、 ネプツニウム原子と個々の炭素原子の間の距離は 2.630A である。ネプツの線は単車小形と推定され、これは裏の線やトロ線と同型だが、プルトノ線とは異なる。ネプツの線は、ジエチルエーテル、またはテトラヒドロフランチでの塩化ネプツニウムとシクロークタテトラエニドにカリウムの反応により、1970年に初めて合成された。それ以来、 この化合物の合成には同じ反応条件が日常的に繰り返されてきた。裏の線、ネプツの線、プルトの線の三つのアクチの線はほぼ同じ科学的性質を持つ。これらは自ら気塩器の存在下では反応しないが空気反応性は非常に高く急速に酸化物を形成する。ベンゼン、トルエン、4塩化炭素、 クロロホルム等の方向属化合物や有機、塩素化合物の溶媒には非常にわずかに溶ける。ありがとうございます。